白根千一は、日本の明治時代の内務官僚、政治家、長戸国出身、愛媛、愛知県知事、内務次官、低信大臣、第三代内蔵頭、宮中古問官、貴族院議員などを歴任。議会は、ジュニー。君党は、君二党。爵位は男爵。1850年2月3日、長州藩士、白根助の次男に生まれる。 長州藩校、明林館に学び、ついで上京し、明治1年慶応義塾に入学。1872年司法省に出資、以後内務省及び大倉省に勤務。1888年2月から愛媛県知事。1888年12月から愛知県知事。1890年5月、第1次、山形内閣の内閣改造時に、 西郷嗣ぐ内務大臣の下で内務次官となった。同年11月29日の帝国議会開設に当たっては政府委員12名の一人となった。1892年の中央交渉会、国民協会の成立にも関与1891年から1892年の第一次松方内閣では内務大臣、品川矢次郎の下で、 引き続き内務次官を務めた。1892年の第2回衆議院議員総選挙において、品川と白根は、つながりの深い、古参地方官や警察を動かして、大規模な選挙干渉を行い、民党側を圧迫。後日、品川は選挙干渉の責任を追及され、これに関する、松方内閣の対応に平気して辞任。白根は、公認の内務大臣、 ソ島種マタネオミが選挙干渉の責任者の処分を断行しようとしたことに反発して、これを辞任に追い込むが、松方は最終的に知らねを罷免し、動揺した第一次、松方内閣は、閣内意見の対立から8月に崩壊した。1892年10月から、区内省内蔵頭。明治28年10月、第二次、伊藤内閣の改造時に、 低信大臣となった。低信大臣在任中の1896年6月15日に、三陸沿岸で巨大地震が発生し、被災した三陸沿岸の有力者から、三陸鉄道株式会社創立申請書を受けた。1897年2月7日、男爵を除爵。同年7月、貴族院男爵議員に選出され、没年まで務めた。 1898年6月14日、遺願のため死去した。長州藩閥の父を持ち、藩閥第二世代に当たるが、彼自身は内務官僚として、長州閥よりも内務省の立場を優先する傾向があった。職務に精通し、内務時間時代には、実質的には内務大臣をしのぐ影響力を省内に及ぼしていた。品川矢次郎は、 宇津む根光に対して、知らねを、創始時間をして紹介している。同じ長州出身の元老、山形有友ともつながりが深く、山形家とみなされる。民党側にあった、中江町民は、一年夕飯の中で、預金寺において真面目なる人物、横着ならざる人物、ずうずう叱らざる人物、ただ両人を見たり、岩くの上武いわく知らにせに 今やすなわちなしと惜しんでいる。同時代のジャーナリストである、戸谷部俊平は、知らねが、松方内閣のもとに言った、選挙干渉は非行には、違いないと評しつつ、男子らしき男子を、徴収人物に求めば、世は、まず彼を挙げてもって軍取りの一角なりと称賛する。ありがとうございます。